ここね、いつもトウモロコシを植えてるんですけど、今年はねちょっと牧草をね先に植えました。で今後モロコシを植えようかなって考えてた矢先にですね、このような状態になりました。もう何にもないんだよね。何にもなくて、ただ単純にこう掘り返しがひどいと、ね、うん、これは昨日の痕跡ですね、うん、でまあちょっと対応しなきゃねっていうことでいろいろ調べたらですね、こっちから来てまして、うん、誰かさんがいつも通り、はい、ね、取れねえくせに箱穴置いたんですよ、欲張ってで餌撒いたらですね、なんとなんとなんと食べちゃいました。一発で綺麗に食べたんで、警戒心ないね。うん、全くないね。うん、で一番奥の餌までね綺麗に食べてるので、勝負をかけると、うん、いうことで、うん、はい。あ、風が気持ちいいね。はい。とにかく、はい、あの枕餌作ってきて。新配合の。うん、旦那おすすめイノシシ用の、はい、わかりました。じゃあちょっとそれを作って巻いて仕掛けをしましょう、はい、はい、現場へやってまいりましたが、こんな感じでもう、うん、あっちこっちやってて、でわかるかな、もう掘ってるね、掘ってるね、餌が足らずに掘ってます。多分この餌じゃ足らんぐらいの量が来てるんじゃない、うんうん、もうほんと親のイノシシの足跡もあるし、子供の跡もあって、で箱穴の奥、うん、巻いた餌きれいに食べてるんで、これもう勝負かけていいんじゃないかなと思います。うん、まあ、ただ親が奥まで入ってるかどうか知りません、うん、はい、まあ、そんな待ってる余裕ないよっていうぐらい被害が出てますので、うん、はい、じゃあ早速餌を撒いていきましょう、はい、ね、これさっき作ったね、はい、チャーハンを意識したチャーハンのイメージで作ったコーンチャーハンね、はい、これをね一番奥かしにねいっぱい撒いてほしいかな、手で、うん、手でいいよ、こいちゃんもね、あのリキッドタイプやってるんで手袋してくださいね、手ベタベタになりますんで、うん、ベタ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 、まあこれがね、あちこちに匂い撒き散らして誘引効果がね出てくるかもしれない熱いっすね、画面が光って全く見えない、これが一番奥、うん、まだまだ、うん、一番奥に一番ないとダメよ、うん、ね、うん、マスクしてね、止まらん、ほいで、うん、でトリガーになるところ、そうそう、これがねトリガーになるので、トリガーの手前にあの幅広く、あの遅れて入るやつもいるんで、まずそのトリガーが作動する手前で横一列に並ばせて、それから用意ドンっていう感じを切るイメージです。みんなで仲良くゴールしてね。そう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 。そうすると複数取りやすくなる。そういう工夫も大事です。やばいでしょ。いいんじゃないかな。あとは導線をパッパッパって軽く巻いてください。うん、そんなもんでいい。であと入り口軽くね、軽くだよ、まだ残しといてね、うん、もうちょいこっち、うん、はい、その辺で、イノシシは向こうから来るんで、うん、向こうからこう来るんで、そこにもほら獣道あるでしょ、うん、なのでこの辺からそっちに、そう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 、もうちょい真ん中、うん、そんなもんでいいよ、うん、で真ん中もうちょいこの辺も、うん、もうちょい巻いて、はい、で残っ
った、まだ残ってるよね、うん、そしたらそれ一番奥に巻こうか。山にする？うん。ああ、びっくりした。外に巻くのかと思った。はい、いいでしょう。うん。まあ、今回ね、イノシシこっち側から来るんで、ここで餌に気づかせて、ハコの餌を食わせるっていう感じで、こういうちょっと変わった L 字型に導線を引いたら、大成功して、一気に餌がなくなりました。はい。はい、本当綺麗ないね。ね、うん。餌あったって感じ。うん。ね、なんだよ、餌も撒かずに放置してんのかよっていうようなぐらい綺麗になってましたんでね。はい。はい。じゃあこれからちょっと仕掛けを作って捕獲段階へという形です。はい、とりあえず餌の巻き方としてはこんな感じで巻きました。はい。はい、はい、仕掛け終わりました。はい。仕掛けがね。まあ、毛糸式ですね、はい、毛糸式で、餌を食べようとして中から入って途中にこう映るかな、はい、これね、あ、映ってるね。このね、中に毛糸が張ってあります。で、奥の餌を食べようとしてこの毛糸をピンと弾く、弾いたり押したりするとこれがこう映るかな、わかんねえな。日陰にしようか、はい、あ、日陰にしない方がいいです。はい、あ、この方が映るね。はい、この下のこれがね、下にストンと落ちて、このね、扉のワイヤーを引っ掛けてるやつがカクンとこうずれます、うん、そうするとここが外れて扉が自由になってガシャンと落ちる、うん、まあ本当基本的な箱罠のね、タイプになります、はいはい、で、嫁さんのその考えとしてはこれが、はい、タヌキ予防として、うん、高さが40センチぐらい。そうだね、2段目だからまあ40あるかな、うん、ぐらいで、まあ、これがウリ棒だけだと作動しないよとまあただウリ棒の足跡はないので、うん、まあ、ギリギリ背中擦るかなっていうぐらいの大きさのイノシシがたくさん来てるので、はい、まあ、それと親が入ればね、うん、万々歳かなという形です。餌が楽しみだね、こんだけ餌食いと焼きままだ ね、うん、はい、一応そんな感じで、はい、もうあっという間にね、餌食べちゃったんでね、うん、期待はできるんじゃないかと思います。はい、はい、はい、今朝一にね、箱罠見に来たらですね、かかってて、まあ止め処理のためにね、鉄砲取り返ったんですよ、空気銃なんですけど。で、今確認したらですね、メスが多分親がね、ショック死してるんだよね。なんでだろう、さっきまで来てたんだ、うん、まだ朝の8時なんですけど、ちょっと親がダメになっちゃってる。で、あとはウリボが 2頭ね、うん、いるけど、うん、まあ暴れて、箱穴の向きが変わってんのね。そうね、うん、あの前の映像を見てもらうと分かるんだけど、札も外れちゃってるし、そう、うん、はい、まあとりあえず親ちょっと引き出して、うんうん、処理入りましょう。はい、はい、はい、続いて45かな、うん、ぐらいのメスのイノシシでした。あの最初見回りしに来た時に、うん、あのここの、ね、地元の人がトラクターで来てたんで、うん、この人にサイロを積んであって、その回収に来たんだけど、多分その時に機械に驚いて、うん、だとは思うんだけどね、触手しちゃったのが驚いてそのまま死んじゃったのかなと思うんですけど、まあ一応急いでね、本当ほんの数十分の間の出来事なので、まあ、ちょっと急いで今親だけ引き出して、うん、血抜きね、剣なたで心臓刺したら血がドーって出たんで、ギリギリ多分セーフだと思います。はい、はい、まあまあ無駄にすることなくできたかなと思います、うん、でまだね、子供が2頭今入ってます。はい、まあ、子供がねまだ2頭あるんで、そちらもね処理しなきゃいけないんだけど、うん、というわけでね、鬼嫁さん苦手でした箱罠、はい、餌撒いてから4日目、セットして3日目、うん、はい、かかりましたね。
はい、やっぱ警戒心強くてね、うん、最初全部食べたなと思って毛糸をねセットしたら毛糸の手前までしか食わなくてね、でそれ以降毛糸の向こう側だけの餌をね残しておく感じ、うん、そうしたらかかったという形になりました、はい、どうですか俺のチャーハンを意識したマケイさんの作り方聞くでしょ、聞いたね、ね、聞いたね、うん、はい、じゃあちょっとね熱くなる前に引き出して、はい、残りの2頭もね処理をして、はい、こちらはギリギリ間に合ったんで、はい、なんとか美味しくいただいてね、無駄にすることないようにしたいかなと思います、はい、はい、というわけで今日は鬼嫁さん箱穴で親子捕獲達成しました。